松井翔慶と緑賢治についてしばらく話をしてみたいと思います。どちらも組織の長になっていらっしゃるので、今回はさん付けで話をさせていただきたいと思う次第です。今は極真会館の正当な後継者を辞任する松井派極真館長である松井さんと、支部長協議会派としてその松井さんに反旗を翻した人たちが後々名前を改めた新極真会代表、それが緑賢治さん、天敵のような立場になって周りも見ていると思うけれど、それはね、俺は全然違う。あの二人が今のような関係になってしまったのは、どちらに責任があるというよりも、どちらにも余計な連中が介入したおかげでこうなってしまった。実に不幸なあの二人の関係、熱い友情で結ばれていたと俺は確信をしています。1987年の第4回世界大会で松井さんが優勝し、4年後の第5回世界大会で緑さんが優勝、松井さんは第4回で引退。ライバルと言ってもいいんだけれども、時期的には全盛期が若干異なっている。若干と言っても5、6年は違うんじゃないのかな。第一、1980年前後から松井翔慶といったら三世時代、いわゆる中村誠先生を中心とした時代に続く強豪として名を馳せていた。緑さんはそもそも1984年のウェイト制大会が始まる、それによって台頭してきたというようなイメージがあるので、1980年代俗に三強時代なんて言われていたけれど、やはり三強といってもリードするのが松井さんで、次は黒沢博樹、増田の昭明、まだ緑さんや山木は全日本の無差別の中においてもトップには出てない。そういう意味で若干の差があると思うけれども、そのようなものは関係なく、緑賢治といえば広重剛の秘蔵子というイメージ、松井翔慶といえば総本部大山総裁の秘蔵子というようなイメージ、あまり関係がないように思えてるけれども、意外なところで例えばトレーニングジムやいろんなそういう場所を変えたりしたところでも、松井さんと緑さんっていうのはとても仲が良かったという記憶がありますね。一番最初に言いたいのは、
この前の Q&A 特集の中で広重剛についても話していたけれど、俺の黒沢博樹の最強伝説の中で黒沢を褒めて緑を落としたと、俺にとっては言いがかりだけれども広重さんは激怒した。もちろん弟子である、また当事者でもある緑さんはその影響を受けて、松井さんと会った時に広重師範からこう言われたけども、小島さんという人は差をつけた、やっぱりそうじゃないかなと思うけれど、てんてんてんと。それを聞いた松井さんははっきりと緑さんに言った。緑くんね、僕もそうだけれど、全日本で優勝したり世界大会で優勝したり、上に上がれば上がるほど背負わなくちゃならないものもどんどん大きく重くなっていくんだよ。その背負うものは全てが心地がいいものばかりじゃないんだ。批判する声も悪く言う声もみんな含めて上に行くということは背負うっていうことなんだから、そんなことでああ言われたこう言われた、そういうことを言うそのものが広重師範は間違ってるし、緑くんそれは違うよと。さらに言えば、僕は小島さんと親しいけれど、僕だって超人伝説の中で第17回全日本大会の決勝、僕は決して黒沢くんに負けたとは思ってない。もちろん勝った、結果も勝った。だけど小島さんはあの中で、もし本戦だけだったら黒沢くんの勝ち、延長でももし再延長に行ったら黒沢くんの勝ちかもしれない。結局自分より実力では黒沢くんの方が上だと解釈できる文章なんだけど、僕は一言も黒沢くんに、当然だけれど小島さんにもクレーム文句をつけたことはないよ。そういうことを含めて背負うってことなんだよ。それによって例えば小島さんは物書きだから文章というものが残るから、広重師範のように粘着質の人は憎く思うんだろうけれど、言葉は言って消えるものだから、それじゃあ小島さんよりもひどいことを言う人間は山ほどいたよ、今でもいるし。そういうものを背負っていかなくちゃならない。それがチャンピオンになっていくことなんだ。そして小島さんに対する偏見も改めるべきだよと。あのね、松井という人間はつまらない嘘は絶対に言わないの。こう誰に話したということは、彼は本当に正直話す人間です。悪人だし悪魔のような人間なんだけど、正直それだけ自分自身に自信があるんだろうね。彼は嘘はつかない。だからその話を松井さんが、その話をしたのはあの小汚い最初の事務所だったのか、
次に引っ越した新しい事務所だったのか覚えてないけれど、確かに塚本がいて、その松井さんの話を聞いた後に、あいつは人嫌いな人間なんで、松井さんについても冷たい目で見ていたけれど、冗談ばっかり言ってるところを見てるからね。でもあの言葉を聞いて、塚本は松井を認めた、好きになった、変な意味じゃなくて、そういう人間なんだよね松井は。でまた緑さんはそういう松井の言葉をしっかりと正面から受け止めて、それで何かの、あの時は入木さんだったか、いや山木さんが新中野駅の近くのジムで稽古をしていた頃、稽古のトレーニングの後にね、一緒に飯を食って話していた時に、山木さんが突然緑先輩からこういうことを伝えてくれと、松井先輩からこう説教されたと、一応伝えておきます、そう言ってもらったこともまたよく覚えている。実際ね、山木さんは山木さんで、ある時期はうちの会社に年がら年中遊びに来ていたからね、とにかく山木さんとも親しい時期があって、そういう時に緑さんの話を聞いて、俺はああ松井さん、緑さん、あの二人は気が合うんだなって思っていた。それに確かね、緑さんが第5回世界大会に出る1年前か2年前か分かんないけれど、大山総裁が奄美大島の方に、奄美に招待されて、緑さんの実家に伺ったことがあるはず。同じ時期かどうか分かんないんだけれども、松井さんも緑さんの実家に招かれて遊びに行ったと俺は松井さんから聞いている。前後とか一緒なのか分かんないけど、柳渡先輩を確か松井さんと一緒なのかな、緑さんの実家に行って、そこで後のお嫁さんを見つけたという笑い話というか逸話があるくらい。その時ね、あの祭りがね、どんなに楽しかったか、緑さんの奄美に行ってとっても楽しかったと、何かあるごとに俺に言っていたね。もっともね、あの松井という人間は友達がいない、というよりも孤独主義というのかな、人間不信というのかな、まあこれは俺だからこう言っちゃうけれど、やはり松井は在日韓国人としてのプライドが何よりも強くて、それが裏面に出ると反日的な感情も強くなる。日本人なんかと付き合えねえ、信頼できない。だから松井個人の付き合いっていうのは今もそうだと思うけれど、当時から在日の人たちとの付き合い、ミュージシャンで言うならば、あの布袋なんとかっていうギタリスト、
彼も在日だ。そういうように APEX、 EXILE、 あそこら辺の連中も在日だ。みんなグループがあって、そこで松井さんは布袋からギターをもらってなんてこともあったぐらいで、だからね、人嫌いというよりも日本人嫌いというか人間不信なところもあった。そこがまた先輩たちにとっては三好先輩とかさ、三平先輩とかさ、そういう連中にとっては生意気そうで苦々しい人間だというような印象を植え付けたんだと俺は思う。だけど松井という人間はそういう人嫌い、人を受け付けない反日的な、そして在日の和を大切にするようなやつなんだけど、一皮むいてさらに一歩深く付き合うと性格は悪いし悪人だけども、悪いやつだけども、あれほど正直な人間はいない。あの松井さんが緑賢治をあれほどまでにまたあったかい言葉で何かにつけると緑くんは緑くん言っていた。だからね、大山総裁が亡くなった後の分裂騒動の中で緑さんは緑さんで、師匠である広重さんがどっちつかずで行ったり来たりだし、まあそれが広重剛という人間の優しいところなんだという人間もいるけれど、俺はそうは思ってないから、とにかく空手については指導者としては一流だけど、そもそもは人の上に立つ人間じゃない。だから山木さんにとっても、山木さんは広重を本当に自分の師匠だと思ったことはないような、一方で和美のように何から何まで広重流って、もう少しね、和美くんも広重師範から独り立ちした方がいいんだよねって、あの松井さんがよく言っていた。でもやっぱり緑さんは同じ城南支部の中においても筆頭株だから、入木さんと並んでね、そりゃ行ったり来たりの風見鶏のような広重さんには振り回され、たまたま広重さんはずっと三平刑事と親しくしていた。何かというと、広重さんと三平さんはつるるんで喫茶店に入ったり飲んだりしていた。俺も何度も付き合わされているから、三平が福島に帰るという時、もう当時上野から東北新幹線が伸びていたにもかかわらず、広重さんは自分の車に三平さんを乗せて大宮まで送っていった。その間ずっと二人で話をしていた。ただ内容は総裁に対する愚痴だったり、当時から松井に対する
俺に言わせると悪口だったり、山田城西の支部長に対しても口汚く罵っていたり、俺はそういうのを聞いて本当に嫌だった。だいたい広重さんが俺を嫌いだったっていうのは分かってるから、その後俺を嫌いな広重さんが三平と一緒にいるとコロッと、まるで郷田先生と一緒にいる時と同じように俺に敵意を見せないんだ。だからそういうところ見てるから、みどりさんは苦労したと思うけれども、支部長協議会派の一翼を担わざるを得なくなった。そもそも第6回世界大会、日本代表選手の監督が三平刑事で、チーフのコーチがみどりさんだったから、とにかくその頃から三平さんとみどりさんっていうのは親しくなっていくのが目に見えるように分かっていた。だから仕方がないといえば仕方がない、総裁が亡くなった後、確かに松井にも問題がある、その松井に対する問題はみどりさんは分かっているけれど、それよりもまして広重や三平たちから入ってくる悪口雑言に影響されないわけがない。そういうことでみどりさんは松井と田本を分かつしかなくなったわけだ。そしてその松井と緑の間で決定的な問題、トラブル、これもまた三平刑事をめぐってなんだけど、これによって緑さんの立場も松井さんの立場ものっぴきならないところまで行ってしまった。それが南アフリカ事件という、これこそが、いや、この南アフリカ事件と前の湯河原海外支部長合宿事件というのが、その2つ、まあ合宿事件はなんとかなったものの、アフリカ事件、南アフリカ事件によって松井さんと緑さんの間は決定的なものになってしまって、もう中に戻ることはできないという状況になった。だけどだよ、だけど三平が降りて、緑さんが次の代表になった後、実はあるところで松井さんと緑さんは密談をしているんだ。実はそこに俺は松井さんにも誘われたんだけども、いや、ここは俺が行く場じゃないということで俺はそこに出なかった。松井緑の二人だけで話す方がいいよって、そこでひょっとしたらまた別な道が見えるんじゃないかなと俺は思った。それに俺は欠けていたんだけども、松井もあの頃はこうだった、自分もこうだった、誤解されることもあった、自分に失点もあった、一方みどりさんも自分はまた自分でいろんなものに振り回されて訳が分からなくなってしまった。なんであんなことがあったんだろう。二人で思い出すと、まるで当時嵐の中に放り
投げられていたような、嵐というよりも巨大な竜巻の中に巻き込まれたような気持ちを二人で振り返ったりして見たと。松井は緑を敵にしたくなかった。緑さんも松井さんと敵にはなりたくなかった。ということで松井が緑さんに言った。どうだい緑くん、それじゃもう一度やり直そうじゃないか。でも今の自分の立場はもう動けないんだと。それじゃあせめて緑くん、別にうちに戻ることもない。まだ当時は支部長協議会派だったけれど、協議会派にいることもない。独立すればいいじゃんか。極真会館緑道場でやってフリーハンドを取ればいいじゃないか。そういう形で僕とも付き合い、緑くんものっぴきならないところを、そういうことで理解してもらうことはできないのか。そこまで話したと。でも緑さんは首を縦に振ることはできなかった。なぜならば三平は落ちたけど、それよりもやはり三平グループの一人であった三好和夫の影響力、当時は大浜の影響力、小林勲の影響力、自分より目上の先輩たちを従えて代表になった緑が降りるわけにはいかないということで話は決裂したということになるわけだな。でもね、それであってもこれ本当の話なんだけども、もう本当に一緒にハワイに行ったりさ、松井さんとは、まあ、個人的にプライベートな時間もたくさん過ごしたけど、一言もみどりさんに対するマイナス的な発言はなかったし、むしろあの松井証券がこう言ったからね、僕が知る限り僕の目で見て体験したもので言う限り、みどりくんほど苦しい、つらい稽古をした人間はいない。質も量も、広重の影響だけではなく、みどりくん個人が努力してあそこまでになった、あのみどりくんの稽古や姿勢を上回る人間は誰もいない。少なくても僕が知る限りと松井さんは言っていた。別に今さ、ここまで来てさ、松井ごめんすったからといって何になるわけではない。松井は根っからもともとはあいつは悪人だしね、もう在日魂で反日主義の塊だよ、どこまで行っても。だけど松井という人間はそういう一面も持っている。多分緑さんも心の中で同じような気持ちを松井さんには抱いてるんじゃないかなと。
どんどん上の人間がいなくなれば一番いいんだと俺は思うよ。上の人間がいなくなった時どうなるか。でも緑さんの天下になるかもしれないけど、この松井派の方はもう崩壊してるかもしれないしと、夢はもう二度と来ないのかなと思う今日この頃です。オース、ありがとうございました。